月25日に発表され、ハッシュタグ WPVR トロフィートップ25モストリクエストソングスで、なんと、ハッシュタグ INZM は4位にランクイン。日本の皆さん、こんにちは。ナンバーアンダーラインアイの魅力にますます夢中になっている皆さんに、今日は彼らの最新曲、ハッシュタグ INZM について、さらに深く掘り下げてお届けしたいと思います。8月25日に発表され、 「#WPVR トロフィートップ25モストリクエストソングス」で、なんと、「#INZM」は4位にランクイン。わずか数週間での快挙に、ファンの喜びも爆発しています。この曲は、メンバーの神宮寺勇太さんが魂を込めて作詞作曲しただけあって、聴く人の心を揺さぶる力強さと、どこか懐懐かしい温かさが同居する名曲となっています。MV もすでに大きな話題となっていますね。 スタイリッシュな映像美とメンバー一人一人の個性が光るパフォーマンスは何度見ても飽きさせません。SNS 上では何回もリピートしてる。パフォーマンスに見惚れてしまう歌詞が心に響くといったコメントが溢れ、その人気ぶりがうかがえます。ところで皆さん、ハッシュタグ INZM という曲名に込められた意味、気になりませんか実はこれ、神宮寺さんが 今の自分たちの思いをそのまま形にしたかった、という強い気持ちから生まれた言葉なんです。ありのままの自分たちを表現することで、聞く人にもありのままの自分を大切にしてほしい、そんなメッセージが込められているように感じます。この曲は、単なるアイドルソングの枠を超え、聞く人一人一人に寄り添い、背中を押してくれるような力強さを持っています。それはきっと、 メンバー自身が様々な経験を通して成長してきたからこそ表現できる深みのあるメッセージなのでしょう。ハッシュタグ INZM のヒットはナンバーアンダーライン愛が持つアーティストとしての才能、そして彼らを支えるファンの熱い思いが融合して生まれた結果と言えるでしょう。デビュー以来、着実に成長を続ける彼らの勢いは、まだまだ止まりそうにありません。しかし、彼らの魅力は、 ハッシュタグ INZM だけにとどまりません。彼らが歩んできた道のり、メンバー間の強い絆、そして惜しみない努力、そのすべてが、現在のナンバーアンダーライン愛を形作っているのです。例えば、最年少ながらグループを牽引する平野翔さんは、持ち前の明るさと誰とでも仲良くなれるフレンドリーさで、グループのムードメーカー的存在です。彼の笑顔を見れば、 どんな悩みも吹き飛んでしまうというファンも多いのではないでしょうか。クールな印象の岸優太さんは、実は誰よりもメンバー思いな一面も持っています。彼のインタビューなどからは、常にメンバーのことを気遣い、グループをより良いものにしようと努力する真摯な姿勢が伝わってきます。そして、今回、ハッシュタグ INZM の作詞作曲を手掛けた神宮寺優太さん。彼は、内に秘めた熱い情熱と、 それを表現すす。る繊細な感性の持ち主です彼の作り出す楽曲の世界観は、多くの人の心を引きつけてやみません。このように、個性豊かなメンバーが集まったナンバーアンダーライン愛。彼らの魅力は、一言では語り尽くせません。彼らが今後どのような景色を見せてくれるのか、今から楽しみで仕方がありません。皆さんもぜひ、彼らの音楽に触れ、その魅力を体感してみてください。 きっと彼らの音楽があなたの毎日を彩る特別な一曲となるはずです。そして彼らがさらに大きく羽ばたいていけるよう一緒に応援していきましょう。音楽業界においてアーティストの成功は時代やトレンドに大きく左右されるものですがその中でも特に際立った存在感を示しているのが「ハッシュタグナンバーアンダーラインアイ」と彼らの楽曲「INZM」です。 2024年8月19日にリリースされたこの楽曲は、わずか数日の間にファン層を熱狂させ、SNS を中心に大きな反響を呼びました。作曲者である神宮寺勇太は、キング・プリンスの元メンバーとしてすでに高い評価を受けており、彼の音楽性はグループ活動を通じて培われたものだけでなく、彼自身のクリエイティブなビジョンが反映された独自のものであることが、この楽曲を通じて明らかにされています。 INZM の成功は単なる偶然ではなく、音楽業界における戦略的な動きや、アーティスト自身の努力の結果でもあります。まず、神宮寺雄太がソロアーティストとして新たなステージに踏み出したことは、彼の音楽的進化を示しています。彼の音楽は以前のキングプリンスでの活動とは異なり、より個人的な感情や経験に基づいており、ファンとの強い結びつきを築くことができました。特に、 INZM では、彼の内面的な葛藤や希望、そして未来への展望が音楽として巧みに表現されています。この楽曲は、単なるポップソングではなく、リスナーに深い感動を与えるものであり、多くのファンがそのメッセージに共感しています。また、INZM の成功は、楽曲のリリース戦略と SNS での広がりにも大きく依存しています。リリース前からのティーザーキャンペーンや、 ファンとのインタラクションを重視したマーケティングが功を奏し、リリース当日にはすでに多くの期待が高まっていました。特に、TikTok や Instagram などの SNS プラットフォームでのシェアが加速し、楽曲が瞬く間に広がっていきました。この現象は、現代の音楽業界において SNS がいかに強力なツールであるかを示しており、アーティストがファンと直接つながる手段としての SNS の重要性を再確認させるものでした。 さらに、ハッシュタグナンバーアンダーラインアイが INZM を披露したライブステージでも、そのパフォーマンスが高く評価されています。小規模なライブハウスから大規模なフェスティバルまで、様々な場面で彼らの音楽が披露され、その度に観客を魅了しています。神宮寺勇太のパフォーマンスは、エネルギッシュでありながらも繊細さを持ち合わせており、楽曲のメッセージがダイレクトに伝わるような演出が施されています。 こうしたステージでの成功は、ハッシュタグナンバーアンダーライン愛が単なる一時的なブームではなく、長期的に音楽シーンで活躍するポテンシャルを持っていることを証明しています。音楽業界の中で、アーティストの成功を支える要素は多岐にわたりますが、その中でも最も重要なのは、彼らがファンとのつながりをどのように築くかという点です。ハッシュタグナンバーアンダーライン愛と神宮寺勇太が成功を収めている理由の一つは、 彼らがファンを大切にし、彼らの声に耳を傾ける姿勢を持っていることです。特に、INZM のリリース後には、SNS 上でのファンからのフィードバックに対して積極的に応答しており、ファンとの双方向のコミュニケーションを大切にしていることがうかがえます。これにより、ファンは自分たちがアーティストの成功に貢献しているという実感を得ることができ、その結果として、より強い支持と忠誠心が生まれています。 また、神宮寺勇太が今後の音楽活動において、どのような方向性を示すのかも注目されています。彼はすでに INZM で新しいスタイルを確立しましたが、これが彼の音楽の進化の始まりに過ぎないことは明白です。彼の想像力はまだ多くの可能性を秘めており、今後さらに多くの楽曲やプロジェクトを通じてその才能を発揮していくことでしょう。また、彼の音楽がどのように進化し、 どのような新しいメッセージをリスナーに伝えていくのか、その過程を見守ることはファンにとっても大きな楽しみとなるはずです。さらに、音楽業界全体を見渡すと、ハッシュタグナンバーアンダーライン愛の成功は一つの象徴的な出来事であると言えます。現代の音楽シーンは非常に競争が激しく、アーティストが成功するためには多くの要素が必要です。高い音楽性、優れたパフォーマンス、 効果的なマーケティング戦略、そしてファンとの深い結びつきがその鍵となります。ハッシュタグナンバーアンダーライン愛はこれらの要素を見事に融合させ、現代の音楽業界における一つの成功モデルを築き上げています。彼らの成功は他のアーティストにもインスピレーションを与え、音楽業界に新たな波をもたらすことは間違いありません。そして、ハッシュタグナンバーアンダーライン愛や神宮寺勇太のようなアーティストが成功を収める中で、 私たちリスナーが果たす役割についても考える必要があります。音楽はアーティストが作り出すものですが、その音楽を支えるのはファンであり、リスナーです。私たちが彼らの音楽に共感し、サポートし続けることで、彼らのクリエイティブな活動が持続可能なものとなります。ファンとして、音楽に対する情熱を共有し、アーティストの成長を見守ることは、音楽の未来を形作る一助となるのです。 今後の音楽シーンにおいても、ハッシュタグナンバーアンダーライン愛や神宮寺雄太のようなアーティストが新たな地平を切り開いていくことでしょう。彼らの成功は、単なる一時的なブームではなく、音楽業界全体に影響を与える重要な動きとなっています。そして、私たちファンもその一部として、彼らの音楽と共に歩んでいくことができるのです。